こんにちは、ゆきです。本日はですね、ブランドストーンさんの客お見せ図鑑になります。はい、今日はですね、今もうね、すでにね、私の大好きなサイドゴアブーツだったりとかがこちらに今あるんですけど、ね、ちょっと以前からね気になってたブランドなので、今日はね、お越しいただきました。はい、琴ちゃんもね、気になってたブランドさんですよね。琴ちゃんもゆっくり今日はじっくり聞きましょう。で、PR の福村さんと山田さんに、今日はご紹介いただきます。じゃあ山田さんをお呼びしましょう。こんにちは。こんにちは、ゆきです。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。山田です。はい、まず最初に、コンセプトなど、などをご紹介いただけたら嬉しいです。ブランドストーンなんですけれども、オーストラリアのタスマニアのブランドです。1870年に生まれまして、イギリス人のご夫妻がスタートしました。1960年にこのアイコンとなるサイドゴアブーツが生まれまして、これが今ファッションからワークブーツとしても世界中で今とっても人気なモデルになってるんですね。どの形もすごい素敵で、やっぱり一番人気なんですか？あ、そうですね、このオリジナルズっていうこの子は一番人気です。はい、特徴なんですけれども、機能的なところで言うと、インジェクション製法の作りになっているので、アッパーとアウトソールが一体化されてるんですね。ここに継ぎ目がなくて、非常に水に強いっていうのが特徴です。あとはこのアウトソールが非常にグリップ性が高いので滑りにくいっていうところであったりとか、このインソールのところに特徴があるんですけれども、中に黄色いクッション材が搭載されてまして、でこれは XRD っていう高性能なクッション材になるんですね。かかとにこう当たる衝撃を吸収してくれる素材になっているので、大変履き心地がいいものになっています。あ、今の中に入っているものですか？そうです、これがクッション材、XRD で、これは通常のクッション材でして、でここにボールがあるんですけれども、ちょっと実演させていただくんですが、この黒いところにポンとくとこういう風に跳ねるんですね。はい、なので XRD の方にこうやると吸収されるんですよ。ピタッと止まりましたね。ピタッと止まるんです。そうなんです。もう一回こっちやってみてもらってもいいですか？すごい、あ、跳ねますもんね。はい、っていうぐらい、衝撃を吸収してくれる優れものが、搭載されてます。私もちょっとやってみてもいいですか？あ、もちろんです。なんか気になりましたね。気になります。こう、ね、跳ねちゃいますし、止まる力もすごいですね。はい、なんかギュッとなんかこう、微動だにしないですよね。まあこういうものが入っているので、履き心地がとてもいいっていう、ところですね。本当に普遍的なシルエットのサイドコアブーツなので、アウトドアからタウンまでいろいろなシーンで履けるっていうところが特徴ですね。色も絶妙に、なんかこうちょっと使いこなした感じのものもありますし、この雰囲気がやっぱりこうあってすごくいい。このローカットは、スムースレザーでこういったブラウンであったりとか黒もあるんですけれども、このようなちょっとアンティーク加工がされているカラーも、展開があります。ここのこれはショートだからないんですか？そうですね、このプルタグなんですけれども、通常のサイドガーブーツですと、ちょっとやっぱり履き口が詰まってるとか、っていうところもありまして、お履きいただくときはこういうふうにして、なるほど、引っ張っていただいていくんですね。なんですけれども、この子は履き口がそれよりも広いっていうところで、かかとだけ、確かに後ろがこうちょっとショートな部分、そうですよね。このプルタグがとても特徴になっていて、このビーガンモデル、動物性のものを一切使ってない、モデルになるんですけれども、ちょっとエシカルの雰囲気のある、グリーンのもの、これもすごい可愛いですね。可愛らしいですね。これもやっぱタグの部分でもこうこのポイントになってくるので、悩みますね、ことちゃんね。もう一つ言うとこのサンワルっていう、このモデルは完全防水っていう風に歌えるモデルなんですね。
そうですね、はい、ブランドストーンさん の、はい、お靴って全部は防水ではなくて、はい、こちらのモデルはもう完全防水。あ、はい、はい、そうです。例えばその雪であったりとか、うんうん、まあ、大雨が降ってる時だったりとか、はい、そういう時でも水が侵入しづらい、うんうん、はい、作りになっているっていうところです。はい、もうこれからの季節は、うん、特にやっぱり雨雪とか多くなってくるから、はい、防水のちょっと気になってきますね。そうですね、はい、中のインソールがその寒冷地仕様に、あ、ルートンが入ってるんです。これルートンですか。ルートンです。しかもふわふわしてます、はい、ふわふわしてます、はい、じゃあ足元もあったかいですね。あ、そうですね、はい、やっぱり寒さは下から来るので、うん、こういったものを一つ、はいはい、入れてるとあったかいっていうのと、はい、あとアッパーとライニングの間にシンサレートっていう断熱材を、はいはい、搭載してるんですね、はい、なので、はい、上からも、はい、寒さを防ぐことができるっていう。そうなんですね、はい、靴に断熱材って初めてのちょっとワードです。なんか、あ、そうですか。なんか家を作るときに断熱材とか入れたりとかするじゃないですか、はいはい、もうその工程に近いですね。そうですね、まさにそんな感じです。寒冷地の例えば北の方だと、はい、やっぱりこちらの方がこうこの時期とかやっぱり履かれる方の方が多いですかね。そうですね、うん、実際に個人的になんですけれども、私、スキーとかやるんですけれども。そうなんですか。はい、もう完全にこっちの方が、はい、スキー場に行った時に、はい、寒さを防げるので。山田さんすごい意外性でした。本当ですか、ね、はい、もしかして本格的かもしれないです。あれですか、出身地はこちらですか。新潟です。あ、そうなんですね。もう、はい、もうスキーはもう常にこうゆかりがもう日常的にこうもともとあったんですかね。スキー部に入ってて。あ、スキー部すごい本格的じゃん。そうなんですね。でも市内の方のスキー部なので、はい、すごいですね。なるほど。なのでおすすめです。もう山田さんが言うからもう関連、はい、そうですよね、はい。そのアイコニックなモデルがオリジナルズでご紹介したんですけれども、はい、それのちょっと機能的になったモデルがクラシックスっていうモデルになります。こちらよりこちらの方が、はいはい、で違いがですね、うん、まず、中のこのライニングなんですけれども、はい、クラシックスの方はレザーのライニングが搭載されてます。さっきのこの黄色いクッション材なんですけれども、はい、XRD という、はいが、オリジナルスの方は1つだったんですけれども、はい、これはかかとに1つ、はい、あとインソールにも1つ、はい、ダブルで搭載されている。そうなんですね、はい、じゃあこう履き心地もこだわって、はい、っていうタイプがこちらにあるんですね。あ、そうですね、アウトソールのパターンの刻みがすいません、はい、ちょっとクラシックスの方が細かい、はい、複雑なんですよ。なのでよりこうアウトドアとかそういったシーンで、はい、ご着用いただくのが一番おすすめではあります。なるほど、やっぱりこう、はい、なんだろう、グリップが効いてるというか、はい、やっぱりこう滑りにくいんですかね。そうですね。ちなみになんですが、はい、各お色っていうのは、はい、何色かずつあるんですかね。オリジナルスと、はい、クラシックス、はい、ローカット、これがオリジナルスビーガンっていうんですけれども、はい、これらは、茶色と黒が基本的な、うん、はい、展開にはなるんですけれども、はい、各モデルそれぞれバリエーションでこういったアンティーク加工の、うん、はい、カラーであったりとか、はい、例えばこういったちょっとこう、うん、ツヤがあるものだったりとか、はい、あとはこういうこれが、はい、今回この秋冬にジャカノマリーさん限定商品として発売させていただいたモデルなんですけれども、はい、シーズンによって、はい、レザーの、カラーリングであったりとか、あと素材も、はい、スエードがあったりとか、はい、しますね。そうなんですね、はい、サイズ展開っていうのは、はい、レディースだとどのくらいまであるんですか。ですね、モデルにはよるんですけれども、はい、基本的には22センチからで、はい、で男性が29、はい、29センチ。そうなんですね、はい、ちょっとブランドストーンさんの初履きになるので、もう入門編ですので、今日はねちょっと履き比べてちょっと行き、はい、たいです。いいかな、はい、たいです。はい、本当これに合わせてみようかな、うんうん、はい、お履きいただくとき、うんうん、本当に、はい、ギュッと、あ、ギュッと、はい、開いていただいていいです。はい、あ、でもここあると違いますね。はい、かかとも生きる、履きやすい、スポッと入る、うんうん、あ、かわいいですね、はい、しかもなんかちゃんと下がなんだろう、厚みがあるから、
すごい履きやすいです。これが 22.5 22.5 の、ブランドストーンの3サイズになります、はい、めちゃくちゃ可愛いですね。普通に合わせやすいです。可愛いですね。こう圧迫されないのですごくね足がねこうゆとりあるって、あの、ね、大きいのとまた別ちょうどいいんですけど、ここはあの中がこうなんかギュッてなりすぎないから、これレザーなので、はい、履いていくうちにちょっとその革の味が出てきたりとか、うんうん、あとはまたさらに自分の足に合ってきたりとか、はい、でゆとりがあるので寒い時期とか厚めのソックスとか合わせていただいたりとか、うんうん、確かにと思います。山田さんのやつ、うんうん、私はあのこのクラフチックス、はい、ブラックになります、はいはい、入っています。今山田さんすごくこう、はい、何だろう、切り絵みというか、うん、そのねなんか感じにもこの丸、はい、ちょっと丸みのある絵なんですけど、うんうんうん、バッチリ合ってますもん ね、うん、ねありがとうございます、はい、ちょっとこれも履いてみようか、うんうんはい、いいですか、はい、なんかこの色だったり、うん、このデザインだと本当になんか男女関係なくこう履けるお色だから、そうですね、すごくやっぱり、ね、男性にも女性にも人気のカラーですね、はい、ですよね。かわいい、なんか靴べらいらないですよ。いいですね。そうなのでアウトドアの時にあのキャンプで、はい、例えばテントで出入りしたりとかする時とか、あのね、紐靴だと大変なんですけれども、これ脱ぎ履きしやすいので出入りがすごくしやすいっていう。テントとかの時にもうレースアップとか結構危険ですよね。危険です ね、 ね、あ、またねさっきの履き声同じサイズですよね。同じサイズ、はい、あ確かに、あでも履き心地いいですね。足入れる時にライニングがついてる分、はい、スルッと入る感じが、そう入りますね、はい、かと思います。コトちゃんこれじゃない、これ今年は1年待ってね、探しました。ちょっとあのシーズンが終わってしまったからね夏がね。あでもこれいいな、かわいい、しかもすごいあのかわいいなと思うのが今ね、はい、あのマスカートで隠れてるんですけど、はい、山田さんのところもやっぱりこのタグ、はい、このとこおしゃれじゃないですか、やっぱり、はい、なんかちょっとポイントになりますよね。なります、はい、かわいい、で後ろから見てもかわいいし、これいいですね。でこれでキャンプ行けます、ま、行けますね。そうお洋服買えればそのままキャンプに行けるっていう、そうですよね、やっぱりこうねロケとかにもいいですよね、うんうん、そうですね、スタイリストさんとかも結構ご愛用してたりとか、はい、カメラマンさんとかも確かに、はい、お仕事でこう履かれてる人が結構いらっしゃいますね。このブランドストーンさんの靴だったら前あの、北海道に住んでた時にもあったんですけど、東京に来る時に、はい、海越えてるから、はい、なんかその格好をすごく迷って分かります、ムートンはこっちでは履いてたけど、はい、東京行ったら雪ないしとか、はい、っていう風にならないですよね。ならないですね。これを履いとけば、はい、なんか別にどこ飛んでてもね、なんかあのなんでお洋服にも、はい、あのどれにでも合わせやすいし、そこって大事ですよね。靴不足って冬、はいはい、って大変じゃないですか、ね、はい、あとはあの農業をやってる方だったりとか、ガーデニングとか あの辺の、はい、お仕事グッズとしてもあのご愛用されているっていう。あ、そうなんですね、はい、うん、もちろんその使いやすさ、着心地っていうのもあるんですけれども、うんうん、こうちょっとこうファッション性もね、はい、兼ね備えているので、うん、はい、確かに、ね、そこ大事ですよね、なんですね。あでもこれすごいいいですね。ちょっと歩き回ってみて、履き心地を、クッション、はい、クッションいいですこれは、はい、やっぱ強度とか強いんですか、うんうん、あ、そうですね、強度強いです。劣化しづらいです。ただ万が一あの履いていてかかとがすり減ったなとか、サイドガーブーツの部分がサイドガーの部分がちょっとこう伸びちゃったなっていった時には、あの私どもの方でリペアサービスっていうのがあって、はい、あの お預けいただければ、はい、あのお直し可能ですね。そうなんですね、はい、それ大事ですよね、はい、なので末永くお履きいただけるような形で、はいはい、ブランドストーンを提案をしています、はい、なるほど、はい、ちょっとあの皆さん、私あの違う服も持ってきたので、はいはい、それに合わせて履いてみてもいいですか、はい、もちろんです。ありがとうございます。お願いします。あのちょっと恒例なんですが、はい、一緒にジャンプしてもらってもよろしいでしょうか。はい、わかりました。はい、じゃあ行きます。はい、せーの、はい。
はい、ということでちょっとお着替えしてきたんですけど、はい、私のね大好きなこうちょっとモニッシュなね格好に今度はパンツスタイルに合わせてみたんですけど、すごくね馴染みやすくて、はい、間違いなくマニッシュのスタイルにも合いますね。はい、はい、お似合いです。すごいね、かわいい。なんかねちょっとロールアップしたくなっちゃいましたもんね、うんうん、はい。しかもなんか靴下もさっきタイツだったんですけど、今ねちょっとね厚手履いて、これがサイズが 22.5 センチですよね、うんうん、でもあのスッと履けます。かわいいですね。かわいいです。ね、サイドゴアブーツ欲しかったんで、もうでもこれにもう決めそうになってますね。そう直行しちゃってる感じがあります。すごいかわいい。はい、かわいいです。カジュアルすぎたりとかして、うん、やっぱりこう合わせにくかったりとかすると、うん、あのなんだ出番ってあのなかなか出にくいと思うんですけど、うんうん、これはね何でも合わせやすいですね、うん、きっとね。そうですね、ちょうどいいっていう、はい、はい、ね、このね、うん、こっちも履いてみたいでいいですか、はい、ぜひ、はい、あ、良きです、うん、これも合わせやすい。やっぱ靴下が見えてくるんで、はい、あ、そうですね、丈が短い分、はい、ソックスとの合わせで遊ぶことができるっていう、はい、確かにそうですね、うん、あ、これも可愛いね。機能としては全くこのオリジナルズと一緒で、はいはい、あのこちらもあの XRD も入ってますし。あ、そうなんですね、はい、この色も良くないですか、うん、ショートもショートで欲しくなりますね。はい、ロングも可愛いし、まあ、でもこれもすごい履き心地がいいし、ちゃんとかかともあるから、はい、こうなんだろう、ぺったんこだとちょっとね疲れちゃったりとかするんですけど、うん、さっきのねこれがねもう搭載されてますからね。そこもありますよね。はい、かわいい、かわいいですね、うん、もうちょっとあと気になってたのは、うん、これはあのこれはちょっと、はい、はい、ビームスボーイさんの別注商品で、別注なんですね、はい、あの日本の職人さんに、はい、あのペイント加工していただいたっていうモデルになります。そうなんですね、はい、じゃあこれはもうビームスさんだけで取り扱ってる。そうです、茶色だけの展開になります、はい、そうなんですね。え、これはサイズはあるんですか。サイズはレディース展開で、はい、ペイントも可愛いなと思い始めちゃいました。履いたらこう馴染むような気がしません？履いていくうちにまたね、はい、ここにあの革の味でそのペイントも、ね、はい、馴染んでいくので、また人それぞれのライフスタイルに合わせて雰囲気が出てくると、はい、じゃあ私結構これも気に入っちゃってます、ね、すごいいいですよね。そう、なんかスニーカーで言うと、うんうんうん、ハイカットまではないけどミドルカット的な、そうですよね、うんうん、なんかこうスリッポン感覚で履けると上、うん、でもここがなんかちゃんと安定してるから履きやすいし、うん、あったかいし、あとは実はブランドストーン別で、はい、インソールだけも販売してまして、はい、で例えばさっき のムートン、あ、ムートンなんですか、はい、であったりとか、あとよりこう機能的な、うん、あの通常のインソール、まあ、これよりもさらに優れたインソール別売りで、はい、販売してるので、はいはい、そうなんですか、それ気になりますね、はい、そうなんですね、なので自分好みにこうカスタムができるっていう、はい、なるほど、これをムートン仕様にできるってことですね。あ、そうです、あの別売りのムートンを入れていただけると、はい、あ、そうなんですね、冬仕様にできる、そうすると結構季節長い季節履けますもんね。そうですね、1年を通してなのでお履きいただけるっていう、うん、はいはい、でもこれもねすごい可愛くない、うん、これもちょっと履いてみていいですか。あ、この特徴は何でしたっけ、山田さん。これは、はい、動物性のものを一切使っていないっていう、はい、なのでこのアッパーは実はマイクロファイバー、マイクロファイバー、はい、です。そうなんですね、そうなんです、見えないんですけれども、はい、本当ですね。あ、これも可愛い、ね、はい、か、これもか、ね、もう履き心地はどれもよく抜群です。抜群ですね、はい、抜群です。でインソールをこう蒸れないように、はい、ドライになるような、はい、あのそういったあの機能がついたインソールを搭載していて、そうなんですか。でライニングも、抗菌機能を、はい、搭載したもの、はい、そうなんです、はい、
確かにブーツの、一番の危険なところは、はい、その匂いとかも結構気をつけなきゃいけないじゃないですか、はい、濡れたりとか、ね、はい、今靴下もその蒸れ防止の靴下なんですけど、はい、やっぱちょっと足元気を使うけど、はい、その通気性とかね、なんかね、はい、そういったところもそのブーツにこうあるとやっぱこう匂いたくないじゃないですか、はいはいはい、そこって大切ですよね。そうですね、もともと欧米だったりとか、はい、そのオーストラリアってそのビーガンの方がいらっしゃって、はい、やっぱりそういうビーガンの方々って身につけるものをこう、なんていうの、動物性のものを身につけないみたいな、はい、そういうのをしっかりされていて、はい、でそういう方々にブランドストーンのファンがいらっしゃって、はい、でビーガンブーツを作ってくれないかっていう声から、はい、生まれたっていう、そういう、はい、背景のものです。そうなんです、はい、なるほど。でもこれもすごい可愛いな。どれもプルタグがグリーンなのがそうですよね、また優しい雰囲気になるというか、いいです。はい、あとこのレザーのタイプとちょっと違うのが、はい、より軽いんですよね。あ、なるほど、はい、お手入れがすごくしやすいマイクロファイバーなので、布でこう拭き取っていただければ、はい、これもちょっと気になります。これはですね、はい、ヒールタイプです。あ、これは、はい、女性向けの、はいはい、ウマズってシリーズになるんですけれども、はい、5センチのヒールが、はい、なるほど。でデザインもちょっと、はい、通常のブランドストーンよりもこうトゥーが細身にできている、はい、よりエレガントに、はい、ことができる。そうなんですね。どうしよう、ことちゃん、エレガントと聞いてちょっとまたチェンジした方がいいのかなので、そうですね、エレガントスタイル、そうですね、はい、野田さん、じゃあちょっともう一回お着替えしてもいいですか。もちろんです。いいですか。はい、じゃあまたジャンプでお願いします。はい、行きます、せーの、はい、はい、ということで、あとちゃんこんにちは。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 そこで撮ってました。はい、私はカメラマンでやってもらってるんですけどね、以前もね、雪フィルムにはね出てもらってるあたちゃんです。ということで、今なぜあたちゃんに今ここに来てもらったかっていう、先ほどのビームスさん別注のものを今履いてもらってます。あたちゃん、どうですか。ブーツって履かないんですよ、全然。すごい欲しいね、めちゃくちゃ似合ってる。あと僕こう足が幅広なんで、はい、うん、結構細い靴履けないんですけど、うんうんうん、すごいちょうどいいです、うん、だけどつま先別にいっぱい、うん、そうなんですよ、うんうん、履き心地も本当良くないですか。いや、すごいです。なんかその履きやすい脱ぎやすいだと、はい、カポカポするのかなって思うんですけど、うんうんうん、全くしないんですか、ね、すごい。そうですね。着やすいですね。なんか、はい、琴ちゃん履いてきたみたいだね、あたちゃん。すごい似合ってる。そうそうそう。合わせ。うん。すごいですね。深くすごい可愛いです。なんかこうペイントなんですけど、はい、なんかその人と差をつけるのにもすごくいいし、ね、可愛い。可愛いです。ということですね。私も。そう、ちょっとね、綺麗めということで、ヒールもあったので、ワンピースにね合わせてみたんですけど、なんか確かにこの高さがあってこうスッとなりますし、でも高さがあっても履き心地がすごく変わらず、はい、こう安定してるところもやっぱりいいですね。あ、そうですね、はい、ウィメンズシリーズは、はいはい、5センチヒールなのでちょうどよく、はい、エレガントに履けますし、はい、履き心地もブランドストーンの他のモデル同様、はい、快適に履くことができます。5センチだとやっぱり身長もちょっとアップできるので、はい、かっこよく入れますし、背でやっぱりこう低身長の方でも悩まれてる、ちょっとペタンコよりはヒールがあった方がいいなっていう方にもすごくおすすめ。綺麗めすぎず、こうなんだろう、こうカジュアルすぎないから、うん、そこもなんかポイントなのかなっていう、うんうんうん、ちゃんと厚みもあるので、うんうんうん、この安定して歩けるっていうところもポイントですよね、うんうん、一応お色の展開がこのブラウンとちょっとアンティークっぽい加工が入ってるんですけれども、うんうん、それ と、ブラックとブラック、はい、の2色展開でやってます。そうなんです。やっぱりなんかブラウンとブラックが2つ、はい、展開であるとなんかいいですよね、はい、あ、そうですね、はい、今日のワンピースはもうまさにブラウンが、はい、そうですね、はい、次はどうしよう、こっち、こちら、はい、ドレスシリーズっていうのがありまして、はい、これがスクエアトゥのモデルになります、はい、うん、このクラシックスと比べると丸みがあって右側がスクエアトゥ、うん、
やっぱりあのこちらの方が幅狭めですかね。はい、少しあの狭めにはなってるんですけれども、うんうん、ただまあそうは言ってもゆったり、はいはい、履くことができます。あ、いいですね。これも素敵。あ、いい、いいですね。素敵です。さあ、でもあのこの形も好きかも。今さっき入ってたのはこっちなんですよ。自分で私物で入ってたのは、うん、そうなんですよ、こっちのタイプなんで、うん、こう選びがちなんですけど、うん、こっちのね丸いね感じも可愛いですしね、うん、あ、でもちょっとかっこよくなりますね。かっこよくなります、はい、うん、タグなんかもうタグが本当に可愛いって何回も言っちゃうぐらい可愛いです。はい、可愛い、可愛いですよね。ポイントになってますよね。ね、かっこいい、かっこいいですね。今琴ちゃんも考えてますか、ずっと。考えてる。何取りにしようか。あれ履いてないです。ふかふか。ああ、これですね。うんうん、こちらを、はい、じゃあ履いてみよう。でも履いた瞬間分かりました。分かりました。あったかい。あったかいですか。あったかいです。でも確かに寒冷地だとやっぱりこう、うん、ヌートンのこれ持ってたいですね。そう、一つ持ってるとすごく楽です。楽ですよね。で、完全防水なのでもうぐしょぐしょの雪のところも確かにこうガシガシ履いていけます。わ、これも可愛いですね。はい、またブルーのね、はい、プルタグがおしゃれ。そう、ワンポイントで、はい、でも本当になんだろう、ちょっときれいめなワンピースにも本当にこう合わせやすいし、はいはい、なんかこう靴が浮いてる感じもしないし、はい、何でもねこうなんかオンオフで合わせられる、うんうん、一足ですよね、はい、うわ、もうこれ小僧ちゃん全部迷うよ。迷いますね。中のインナーを変えて、はい、カスタマイズするかですよね、うんうん、もうこれ履き心地すごくいいです。しかも色もこれも可愛いし、でこれは完全防水、うん、完全防水ですですよね、うん、まあ、どちらかというと冬場向きなんですけれども、はい、女性の場合ってやっぱり足元、うん、で冷え性で冷える方とかいらっしゃるので、はい、全然夏場でもお履きいただいて、うん、逆にそのムートンを、はい、あの機能的なインソールに、はい、あの差し替えて履くっていうことでカスタムできるので。なるほど、はい、しかも中敷きをシーズンで変えるっていうのもいいですよね、うんうん、なんかやっぱりこう衛生的か、うん、あ、そうですね、はい、でもこれもすごい、これ雪怖くないです。雪怖くない、はい、本当ね、中が暖かい。暖かいですよね、はい、全然違います。そう、なんかいわゆるムートン靴になっちゃうと、うん、足にボリュームがちょっとついちゃうじゃないです か、 か、はい、こうスタイリッシュに見えてる分、うん、やっぱ使いやすいのかななんて思いますね、うんうんうん、そうですね。ブランドストーン、まあ、去年150周年も迎えて、はい、第二次世界大戦の時に、はい、オーストラリア軍に、靴を供給していたっていう時代もあって、まあ、そういったところから確かな技術を持ってるっていうところが一つあります。でも、まあ、軍に使われるっていうことはあの堅牢な作りであって、まあ、ハードワークに耐えうる自然環境であの使っていただけるっていう、そういう背景を持った、はい、靴になりますね。なるほど、150年ってね、改めて聞くとすごいですよね、ことちゃん。第二次世界大戦というと、はい、その頃からもうその、ね、この靴が出たっていうのをまたね、その歴史を感じてすごいです、はいはい、うん、私個人的には5年履いてるものがあるんですけれども、うん、まあ、週に1回ペースでも全然あの劣化することなく、まあ、お手入れもしっかりしてるんですけれども、あの履きいただけるっていうので、まあ、その人のライフスタイルによって、まあ、長くお履きいただけたりとか、逆にそのレザーがこう変化していく姿っていうのがかっこいいっていう人もいらっしゃったりとかするので、まあその人それぞれの履き方で、その人それぞれのまあケアでライフスタイルに寄り添ったあの靴っていうところが、はい、ブランドストーンの魅力ですね、はい、うん、確かにですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで琴ちゃんシンキングですね、はい、まあ、どうしよう。ちなみに山田さんは初はどれを履かれたんですか。はい、私はこのオリジナルのやっぱり、はい、のブラックからスタートして。そうなんですね、はい、で次これで、そうなんですね、スキーに行くので、はい、あ、これですね、はい、購入して今考えてるのはローカット、はい、そうなんですね、はい、どうしよう、はい、迷います。迷いますね、ね、完全防水であれば
靴です。これですよね、はい、そうですね、うん、もし雪国だったら確実にこれですね、はい、日常的なまあ、雨であれば、まあ、インジェクション製法の作りになっているので、はい、水に強いのでこちらで問題はないと思います。どうしましょう。私今もうどれもすごく良くて、ヒールも良くてなんですよ。きちんと感も出て、でもこれもすごい可愛かったんですよ。いいですね、はい、これも気になるんですよ。いいですよね、はい、そうです、うん、そう、こっちビーガンですよね。はい、ビーガンです。経年変化がオリジナルの方が出やすい、うん、はい、出やすいです。ここですよね、はい、で特にブラウンが出やすいです、うんうんうん、そっか。で、履き心地はこの子が一番抜群なので、うんうん、でうわ、履き心地、なんかね、やっぱりなんか年を重なるとやっぱ履き心地もね、すっごく大事っていうのと、長いシンキングタイムを今ちょっと終わりました、ね、はい、一つはこちらのタイプにします。わかりました、私とお揃いですね。あ、嬉しいです嬉しいです。もうやっぱりね、履き心地も、はい、グレードアップしてるのと、はい、あと何でしょう、スタイリッシュに見えるっていうのと、うん、あとオールブラックっていうところもやっぱり一つはね、うん、持っといたいかなっていうポイントと、はいはい、普段ちょっとこういうね形の方が多いんですけど、今回この番組でもね、はい、すごくね素敵だったので、うん、こちらにします。あと足がねこうやっぱり包み込まれる感じもすごく良かったので、はいはい、今日はせっかくも来ていただいたのと、はい、なのでもう一足このスリッポンタイプの方ですね、はい、こちらもパンツ合わせの時にやっぱり靴下が見えて、うん、はい、やっぱちょっとチラ見せもねしながら、はい、やっぱり足元で遊びたいなっていうところと、色もねすごくねおしゃれっていうところで、うんうん、はい、この2足に決めます。ありがとうございます。さあさあ、ありがとうございました。ありがとうございます。ブランドストーンで楽しんでください。もうこれからのシーズンですね、はい、もう冬到来なので、はい、もうこちらの靴で楽しんでいきたいと思います、はい、今日山田さんのナビゲート、はい、とっても素敵で、はい、やっぱりね、はい、ちょっと入門編をねやらせていただいて本当に良かったです、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ブランドストーンさんのオンラインの方でぜひチェックしてみてください、はい、ちょっと人気のね商品もありますので、配信後ちょっと早めにチェックした方がいいかもしれないですね、はい、ということで皆さんさようなら。